チャールズ・ウォールコット、チャールズ・デュリトル・ウォールコット、チャールズ・デュリトル・ウォールコット、1850年3月31日から1927年2月9日は、アメリカ合衆国の古生物学者、無脊椎動物を研究し、1909年に、カナダのブリティッシュ・コロンビア州のバージェス・ケッツガン、バージェス・シェル類層において、よく保存された、カンブリア期の化石群を発見したことでも知られる。 ボルコットは1850年にニューヨーク州北部のオナイダに生まれた。父とは若い頃に死別。大学で博物学に関心を持ち、化石の他昆虫採集なども行った。ただし19歳の時に大学を中退、金物屋の事務員を2年間経験した。21歳の時、仕事でインディアナポリスに出かけ、ここで丹田で働く地質学者に出会い、 これが彼が生涯を地質学に向けるきっかけとなった。これを契機に彼は地元のオルドビス紀の石灰岩の調査と化石の採集、研究を始めた。この頃、ルイス・アガシがハーバード大学の比較動物学博物館の創設のためにスイスから招かれており、ウォルコットは彼の下で化石研究を行うことを申し入れたが、アガシがその直前に死亡し、これは叶わなかった。 その後も彼は独学で研究を続けた。1876年、ウォルコットはニューヨークの地質学者、ジェームズ・ホールの助手になり、アメリカ科学振興協会の会員になった。1879年、ウォルコットはアメリカ地質調査所に入所し、1894年に所長に昇進した。彼は特に米国内にあるカンブリア層の調査を行い、 多くの調査旅行をこなして、収集した化石を岩石の年代と連携させた。その成果は、地質学に貢献する重要な業績となっている。ウォルコットは、1896年に、全米科学アカデミーの会長に選ばれ、1902年には、カーネギー鉄工会社の創設者であり、事前科としても有名なアンドリュー・カーネギーを説得して、ワシントンに、 カーネギー研究所を創設し理事長となった。ボルコットは1907年にスミソニアン協会の会長となり、米国地質調査所の所長も引き続き務めた。バージェス欠岩にカンブリア紀の化石を発見した。翌年の1910年に、ボルコットは二人の息子と共にその地域に行き、化石のあった欠岩のある地点により、上の尾根の地層を調べ、化石を含む、 地層体を事実上発見した。1919年から1924年の間、ウォルコットは何度もその地に足を運び、彼の名にちなんで、ウォルコット石切場と名付けられたところから、6万5000点以上もの化石を収集した。しかし、負の側面もある。航空機の発明者としてのライト兄弟の功績を、決して認めなかったのである。これには、 スミソニアン協会の前会長であるサミエル・ラングレーが航空機開発の先駆者でりながら1903年にエアロドローム号で行った飛行実験に失敗したことにあるとみられている。ラングレーはアメリカ海軍から資金援助を受けていたためにこの失敗は世論から激しい非難を受けスミソニアン協会にとって大きな屈辱となった。ウォルコットは ライト兄弟と特許について競争していたグレンカーチスに資金援助を行った。その上で、かつてラングレーが失敗したエアロドローム号の飛行実験を1914年に行い成功させた。この結果を受けて、ウォルコットはスミソニアン協会年次報告にこれまでの実験によってラングレーが有人飛行のできる飛行機の製作に世界で 初めて成功したことが証明されたと掲載した。しかし、実験当時のエアロドローム号には、カーチスによりほとんど原型をとどめないほどに徹底した改造が施されていた。エアロドローム号は人類初の飛行機として、ワシントン国立博物館に展示されたが、この時のエアロドローム号は、1903年当時の姿であったという。もちろん、オービルライトは激しく非難したが、 ウォルコットやスミソニアン協会が受け入れることはなかった。スミソニアン協会がライト兄弟の功績を認めたのは、ウォルコットの死後、公認のチャールズ・アボットの代になってからのことであった。現在、ライト兄弟のライトフライヤー号は、スミソニアン協会が管理する国立航空宇宙博物館に展示されている。1927年に、ウォルコットが亡くなった後、彼の資料、 写真、記録は1960年代後半になって、新しい世代の古生物学者たちが興味を寄せるまで、スミソニアン協会に保管されていた。そして、彼の解釈の多くは訂正された。もし、スティーブン・ジェイ・グールドが、ワンダフル・ライフ、1989で注意を引かなければ、ウォルコットは、これほど広く、一般に知られることはなかったかもしれない。この本の中で、 グールドは自分の考えを前面に出し、ウォルコットはバージェス結眼の化石種の得意性を発見できず、それらの化石を既存の門に靴べらで押し込んだと批判した。しかし、これはバージェス動物群の得意性を強調するためのレトリック的な面もある。例えばこの本で、グールドはウォルコットについてバージェスの化石を 岩の表面の模様のように判断し、立体構造を持つものと考えなかったと批判しているが、実際には彼はその分野では偉大な先達である。彼は1870年代に世界で最初に採用虫の付属子の構造を発表した。蜜葉虫の付属子は普通の化石では失われていることが多い上、廃坑の元に隠れているため存在しても見えないが、彼は 化石内部の立体構造を解明するために連続切片を作るなど様々な技法を用いこれを研究した。現在では古生物学者の多くがウォルコットの記述と論理的な概念についてそれほど否定的な見解を持っているわけではない。バージェス山の一つの頂上に彼の名前が付いている。 チャールズ・ドリトル・ウォールコット賞が全カンブリア期とカンブリア期の古生物学分野での優れた業績に対して授与されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。